で、まず語っていくのはダンピアの美味しい冒険ですね。これあのこの漫画がすごいっていうさ、あの世の中で一番漫画に語ることに対して信用ができるのが犬島チャンネルとしたら、まあ、その次がこの漫画がすごいっていう、この漫画がすごいに入ったらしいね。ただなんか男部門女部門分けてるらへんがちょっとダサいよな、この特集は。ジャンルで分けてほしいよな、 SF 部門とかさ、なんてことも言われちゃうぞで、どういう話かというと、ちょうどイギリスとスペインか、あの大航海時代ってやつですね。まあ漫画の中でも詳しく説明してるんですけど、スペインがまあ先駆けていろんなね、国をね、を巡っていって領土を開拓していったところで、イングランドはなかなかそこにね置いてけぼりになっていたとこで、まあ海賊まがいの政府非公認で侵略させて、攻められたら、でもあれは政府非公認だからみたいなのらりくらりとするみたいなやり方を、やってた時代らしいです。1650年代ぐらいかな、その時の、お話でウィリアム・ダンピアという方がいて、で、まあ、博物学者みたいなね、位置づけ、まあ、当時そういう学問があったのかどうかは僕は分からないですけども、そういう方の、まあ、話、半生を、描いてる話という、こういう言い方すると、皆さん実は知らなかった人もいるけど、ウィリアム・ダンピアっていうのは実在する人物なんですよ。これね、なかなかね、僕ね読んだ後調べてねびっくりしたんですよ。このダンピアの美味しい冒険って絵はね、あの可愛らしい 3.5 とか、あの僕が一番、好きな刀身の絵、東秀夫的というかね、あの一番ねやっぱ 3.5 刀身ぐらいが一番読んでて楽しいね、全身隠しかなり好きです。画風もかなり好きです僕は、うん。だからまあ絶対あの落ち着いたら読もうっていうのはもう決めてたんですよ。まあ絶対面白いだろうこの表紙とこの感じはと言ったらね、あの思ったよりワイルドな内容で、また荒波の中で、ね、まあ、海賊船に乗ってるわけでしょ、そのダンピアというのは学問をあの志してるんだけど、で、まあ冒険者としても見るし、博物史者としての面白さもあるありーのという感じの漫画なんで、割とどんな年代の人でも楽しんで読める漫画になってるし、史実に基づいてるので絵はファンタジーなんだけど、結構内容は博識な感じがあって、そういうところがいいですね。だ絵を見てなんとなくこんな感じの雰囲気好きだなって人は、まあ絶対買って損した気分にはならないかなというふうに思いますね。そうだね、まあいいとこばっかり言って悪いとこじゃないんだけど、生き物とか植物とかかなり出てくる博物史的な漫画なんだけど、これね、博物史的な漫画なんだけど、動物とか植物の描写ってさ、そんなに緻密じゃないです。そこだけかな気になったのは。いやこれ逆にねちょっと変態的な漫画が多すぎたのもあるんですけど、結構よくあるのがそういう博物史的な漫画って、人物の絵はコミカルだったり、言い方悪いけどそんなに人物の絵が上手でなかったりとかしても、生き物の描写がむちゃくちゃ緻密って人は結構多いんですよ。あの法廷本日誌も絵は可愛い絵なんだけど魚の描写緻密とかね、そういう漫画が結構多い中、ダンピアは結構ねそこはそんなに力入れてないんだよね、生き物の絵とか。いやうまいんだよ、うまいんだけど、あの人物とタッチは揃えてて、そこはなんか意外だった。なんかこの手の漫画ってそういうところは異常に緻密に描き込んでタッチが変わっちゃってるじゃんぐらいの人って結構多いんだけどね。割とこの人の描き方で僕は逆にまあいいなと思うのは、人の半生を描くことも、そういう博物史的な部分を両方平等に引き立てる描き方をしてて、どっちかに偏ってないんだろうなというところが僕の中で、だからタッチが揃ってるんだろうなっていう風な考察をしてみました。はい、で実在にいる人物っていうのは僕もね、あの漫画読んだ後ググってみたら出てきてびっくりした感じです。なんか最初絵の表紙の感覚でちょっとそういうインテリ的なポジションから語る話かなと思ったら、このダンピア君のね思想というのがなかなか結構僕好みだったっていうところももう一つあって、まあ彼は漫画を読んでいくと分かるんですけど、インテリ的なものにすごい憧れはあったみたいですね。まあちょっと僕はあんまり歴史のね知識は少ないんでね、間違ったことを言っちゃうかもしれないですけど、
そういう学問を志して知的好奇心というものにあふれてるんだけど、僕が一番彼の性格というか漫画と読み進めて好きなのは、机上の学問というものに対してではなくて、実際に、見たことないものを見て触れて、食べて、そういうところの知識というものを、すごい大事にするというか、まあ、逆にその、学会にじゃあそれを発表して、っていうことに対してはこれはまだ明らかにはなってないけど、おそらくコンプレックスじみたものも含めて、そこではないんだというようなスタンスというのが非常に僕は好きで、自分の足で見たものと見て味わったものを記録していく、これがまあ自分そのダンピアにとっては学問なわけですよ。だからそういう学会とかで論文を書いて議論し合う、これも当然僕は学問だと思うんですけど、彼はそれを選ばなくて、これが面白いのは彼がそれを選ばずに破天荒で行ったってわけでもなく、彼はそれを選べなかった人間なんですよ。お金とかそういうものもあって、そういうアカデミックなところに行けなくて、そういう道を選んだっていうところが、要は何だろう、そのダンピアって人間が複雑になっていくわけですね。そういう設定、そういう物語だから、単純に机上の学問では意味がないと吐き捨てて、その海賊とかそういうあまり治安の良くない船に乗り込んでした少年ではなくて、そこに行けなかった、そこしかなかったっていうところにある種コンプレックスもあるし、ある種腹をくくってるところもあるから、よりこの、ダンピア君が、まあ、魅力的に見えるという、あと親近感も湧くよね、そういう設定とか弱さもちゃんとあるよというところで、博物史的な漫画に見えて、意外と人間というものは人というものに焦点を当てた物語をしているというところで、僕は特にこの漫画は続きどんどん読みたいなと思わせてくれますという、はい、感じの漫画なんで、ぜひぜひね、うん、読んでみてはどうでしょうかと。風雲児たちに近い、ああそうかもな、カラッとしたノリがありますよね。